ぱり銀座、まあ、老舗のお店も多いですし、あとバーテンダーが多分このエリアだけでも密集してたくさん多分バーテンダーの人いると思うんで、やっぱりこう技術を争う意味でもすごくみんな切磋琢磨してるというか、クオリティの面ではやっぱ銀座のカクテル、銀座のまあカツサンドもそうですけど、やっぱりすごく一つ一つこだわって最高のものを出すっていうのが銀座なんじゃないかなっていうのは僕は思ってるんで。全てこだわりは持ってるんですけど、特に特徴なのは、豚肉のロースの芯の部分だけを使ってるということと、あと揚げてる油が米油というものを使ってるので油切れが良くて、あの胃もたれしづらいカツサンドになってます。カツサンドの豚としてはもち豚っていう豚を使ってるんですけど、宮城の大河原町っていうところの、うちが取引してるあのもち豚っていう豚のロースの芯の部分だけ、まあ、ロースできてそこの芯の部分だけ取ってっていうような形です。あとまあパンはあの木村屋さんで、全部うちの7店舗全部全店焼いてもらって、毎日焼いてもらってそれを取りに行って、米油の特徴はやっぱり油切れが良くて、あと油酔いがしないっていうのがやっぱり特徴なので、ご年配の方からやっぱり若い方まで、まあ、深夜食べても胃もたれやっぱしづらい、次の日に残らないっていうのがやっぱりすごく特徴的です。であとはソースは自家製でお酒を邪魔しない、少し甘口のブレンドになってます。ね、うちのカツサンド用で作ってもらってる食パンです。それもなかなかすごいですね、木村屋さんでやってもらってるんでね。うちもまあ7店舗もあるとかなりの数、ね、食パンも多分1日に、ね、何十斤と必要になるんです。でね、毎回焼いてもらってるのはすごくありがたいですね。やっぱりあと脂身がすごく綺麗にカットされているので、あの肉本来の柔らかさと美味しさが多分一番特徴的かなと思います。
ぱり最上階にあって、テラス席があって、そこから夜になると夜景が見えますので、そこはまず一つ特徴的ではありますね。やっぱり社長はよく言うのは、そのハイブランドと同じような、うちはうちというかバーはスタンスで、うちのバー特にハートマングループはいなきゃいけないよっていう話はしてるんで、欲しいから買いに来るのと、まあ飲みたいから飲みに来るみたいな、そういうここがやっぱ最高だから、まあ空間も含めてですけどね、飲み物だけじゃないですけど、全部トータルバランスとしてやっぱり最高のものっていうのはすごく社長も考えてるところだ。